じゃあ早速今日はですね、このスマスロ北斗の拳フワーマンチャンネル、初人生ですね、やっていきたいと思います。お願いします。これガックンは効くんかな。今ねなんかしてない感じはしたけどもね。はい、今話題のスマスロ北斗です。まあまあ初の週末ということで、まあ、土曜日なんですけども、非常に多いです。まあそんな中ですね、まあ熱波市のお店なんですけど、まあ、両番引けて、まあ、なんとか15台ある北斗の、15番目で、まあ、角取れました。昨日僕もバッシュ TV の、動画で打ったんですね。はい、お、さあチェリーリンゴ1個はどうだ、来たよいきなり、中チェですね、まあ、2チェ、はい、まあ、一番強いレア役19ゲームで、まあこれチェリースイカで子役カウンターが作動すると、まあ、32ゲーム以内に、まあ、当たるかなって感じですね、可能性があると。で一応まあもう大体の方はね基本的なこと知ってると思うんで、まあ多少端折るかもしれないですけど、まあ朝一応天国スタート、設定変更リセットされてたら天国スタートすることあって、まあ割合分かってないですけど、まあ、高設定の方が、上がると割合が高いと、なってます。まあ、一応モードがね地獄通常天国で、まあ本前兆モードとあって、まあ本前兆モード行けばもう当たりなんですけど、あでもラオ行ったね、ここは任せたぞ。まあ天国でこの中チェ引けばもう 100% 当たりますね。でそれ以外で引いても 25% で当たる、4分の1なんですよ。まあだから暑いとね、いうことなんですけど、まあ、理想を言えば朝一天国にいて、まあ、今のね中チェでヒット、まあ、これがね理想なんですけど、ちょっとケンシロウの動きが鈍い。まあでも意外とこういうね静かな感じでも当たったりするんで、ラオウ見つけたりせえへんないか。ラストはい、ステージ演です。いやー中チェ使ったか、あさあ言ってたら、これスイカです。はい、で左、まあ、まあ適当でいいんですけど、中段は弱スイカですね基本で、斜めが強スイカで、まあそのさっきモードの話しましたけど、まあ簡単に言うと、まあ、主にレア役さっきのチェリーとかスイカ引いてモードを上げ て、 私もついていきます。で最終的に本前兆モードに移行すれば当たりです。そういうのを目指していくゲーム性で、一応リプレイでモード転落抽選やってて、まあ約8分の1でね、転落しますと。さあで今マミヤが賛成しましたけど、まあ一応これがちょっと通常モードぐらいにはいいのかなみたいな。あ、はい、で打ち方もねなんか説明できない。まあこれ7中段の時にリプレイがテンパらなかったら基本チェリーなんですね。だから左にチェリー狙いましょうと。来た、また来た。いいよ中チェの引き68ゲーム。まあ今その中チェ最初の中チェ使ったんですけど、まあその後、角チェとかスイカ引いて、まあ、もし天国に上がっていればね、もう今の中チェで当たるんで、これさあ今チャンスよ。貴様の髪の毛一本もこの世に。さあバトル、サウザーはねちょっと強いんやけど、帝王の血を絶やすこと、立てよ。うわなあ復活ないか、はい、さあ中止があと3ゲーム。
マジか。あー言ってたら、おいおいシェリー来たよ、おいシェリー。ここズバッと決めとこ、中断あと、まあ一応でもレア役もね設定差あって、高設定ほど出やすい、出やすいんでね、いいよ。はい、中じゃないさあ、あスイカ、あのまず中押し推奨です。はい、あの左から押してもいいけど、左押すとなんかチャンス目とチェリーの強弱見分けづらいんで、スイカか、スイカの強弱見分けづらいんで、で右押しは NG ですね。で中段にまあ大体スイカ止まったらスイカなんですけど、この時赤7の下と上にスイカあって、下狙うと強弱割とはっきりします。で7の上のスイカは、まあ、強弱ちょっと曖昧になるんで、ちょっと下狙いますね、こいつか。で平行だと弱スイカ、斜めだと強スイカですね。でこう中段ベル止まった時は基本も適当押し、まあ、外れかベルみたいな感じです。ああそうで、一応天井の話をしとくと、まあ、あの普通は1268ゲームプラス全長32の、まあ、最大1300ぐらいなんですけど、朝一、変更設定変更時リセット時は800になります。800プラスアルファかな、うん、なんでちょっとお得で、あとその流れで言うと、天井短縮抽選っていうのもあって、まあ、300、777、800、ここでプラスアルファかな、天井で当たる可能性があります。でそれただね、まあ、ほとんど起こらない、らしくて、まあ、しかも発生したら結構もうすごい6っぽいみたいな話なんで、まあ、あんま気にしなくていいと思います。まあ、そのあたりのゲーム数でレア役引かずに、あなんかざわざわして当たったってなれば、まあ、そこで初めて気にしたらいいかなと。まあね、7万負け8万負けっていうのも聞くし、まあ、逆にね変な話万枚あと1万9000枚のコンプリートもね、まあネット上で見たんで、まあ、そんな感じでね、ちょっとまずは初当たりをね取っていきましょう。今180ゲーム、うわー赤オーラ、これ台かな、レバーオン赤オーラ台、これはですよね。さあ中値来た、結構レア役、レア役の落ちはいいね今のとこ。まあ、ただ、まあ、今モードがね多分天国ではないと思うんで、まあ、25% 取ってるかどうかかな、まあ、もう3回目なんでね、中チェ取っててもいいんちゃう。お前は何で、あー来たこれ、久しぶりだね。さあ新ステージなんで、新もう一度地獄に来た、いける、あるよ可能性あるよこれ、はあ、かわした。さあ3ゲーム目で終わるんですけど、基本ケンシロウが出てきたらもう勝ち確です、はあ、よっしゃよっしゃ当たりました、あー当たった。ここがボインレーになってます、レインボー、カニサラサラやな、あー名シーン、かっこいい。209ゲーム、使用が300枚ですね、6000円、はい。でまあこれで次7揃えたら、あの バトルボーナス AT 始まるんですけど、まあ、この間もですねいろいろやってて、まあ、基本7中段揃うんですけど、7下段に揃うフラグかなを先に引くと、なんと継続率が4つあって66、79、84、89なんですけど 79% 以上になります。
で、あと赤7と、北斗ゾロやるんですけど、北斗ゾロ引くと 84% か 89% だ。北斗ナビ出たらもうわっしゃーやし、7テンパっても左で外れることもあるんですよ。そういうフラグがあるらしくて、その場合北斗ゾロになります。だこの辺りちょっと転生っぽいんですよね。最初のあの7ゾロい、いろんなラインで変わったりとか。あー7か、下段ないないわ。まあでもここで外れる可能性もないです。で一応これ話した時に継続率抽選何パーか決めるのやってて、まあオーラの色注目ですね。白まあまあ OKOK、 一番下ですけど行きましょう。はい、で AT は、この最初子役パート30ゲームと、まあ、後半のバトルパート8ゲームあって、まあ、最後バトルに勝てば次セット継続と。で、純増4枚、ここは純増4枚なんですけど、まあ、ここの子役パートでは、レア役で V ストック抽選みたいなのやってます。レア役引いて宿命バトル、発展して勝てば、まあ、ここに V と出て、その後のバトルが継続確定になるという。まあでそこその V 取った時にレイとかトキが出る可能性がねあるんですけど、まあ、そのレイ京都トキ京都行けば 94% の無双転生に行く可能性が出てきます。そこがやっぱりこの北斗の肝というかね、まあ、伸ばす一つのポイントだと思います。あ、こういうのがレアよね。いいか。あ、これ多分今日やね、今多分でも今日さあ今日追加どう。昨日打った感じでは、まあ、やっぱ中段ジェリーがよく行ったんですけど、強水かチャンス目でも宿命バトル行きました。続いてるよ、これ行ったんじゃないか、割れろ。あ、まだ黒、この黒ナビはまだ続いてます。前兆しかも今ちょっと長かったんですよね。結構多分長いとチャンスキャラに行きやすいんじゃないかな、振り分けとかあって。一応弱い順にシン、サウザー、ウイグル、ジャギ、アミバです。で ジャギはもうだいぶ勝てる、9割ぐらいあります。行きましょう。で2ゲーム間のバトル、この2ゲームで引いた子役で、ジャッジします。でレア役引けば勝ち確で、シーンはダメやけどサウザー以上はリプレイ引けば 50% あります。そうだからだいぶ熱いですよね。でこういうナビなしが熱い、もうリプレイもうこの時点で 50% はある。しかもジャギいった、いや9割やで勝率。いやちょっとやらかしてるな今今のはいかなあかん、はい。これでバトル移行ですね。でこの時の話すタイミングで勝敗やってます。だから中がねこの柱の時とかいろいろやったらいいと思いますね。一応柱でやってみた。さあ行こう。このラオウの、バトルなんですけど、まあ、最初に文字が出ることあって、まあ、文字出ればチャンスアップ、多分出にくいだいぶ。さあでここ長い、よしケンシロウのターン、まあ、これ勝ち確ですね。いいよパンチ。この辺の、攻撃防衛パターンでも継続リサーチとかがあって、なんもないかな。例えば百裂拳が、ケンシロウの百裂拳がヒットしたら、84%以上か。
かいろいろあります。この体に傷一つつけることはできる。はい、これで継続と行きましょう。2セット目だから、高設定でも逆にこう AT やれないと、平均なんか 2,3 連とかだともうほんま負ける。どんだけ初当たりよくてもなんか伸びていかないですよね。ここもね、まあ本当に、まあ、だから引きも大事なんですよね、出すには。でここはね、あの純増4枚ぐらいなんですけど、この子役パートはね、このフェルによるとめっちゃ増えるの早いです。これが11枚なんでね、すげえ増える、まあ、だから純増ね8枚ぐらいあるんで、ベル揃ったら、まあ、ちょっとしたリゼロですよね。さあここのタイミング大事。オーラが消えたとき、昨日これで結構続いたんで、さあ頼むぞケンシロウ、な2連とかで終わんなよ。あー短い。さあでこれでラオウの攻撃、ここに北斗七星使用性あれば継続、プラス79パー以上確定します。あーでラオウの攻撃はパンチキック、豪勝波、豪勝波だとやばい。お手柔らかに押しキック、大丈夫やろ。あー食らう。さあどうだ。でここでケンシロウの後ろ注目ですね。雲が動いてれば継続、止まってるけど、あー吐血した、まずいな。とりあえず2セット323枚、まあ、ただこのベッドで復活することもあります。ケーン C でした、はい。2セットで終了と。一応 AT 後このサブ液晶タッチしてください。このキャラによって設定差やってます。でこのリンとバットはデフォですね。であと1ゲーム連があります。この1ゲーム目に何かインス出たらチャンス出ない、はい、一応サブ液晶はね2ゲーム目のベッド押すまでいけるんで、忘れてた時はここでね押せるんで、はい。お、いきなりマミヤ同行。あそう、飛んでね、この後に AT5 大事なのは天国移行してるかどうかですね。まああの AT 後の天国移行はあの高設定ほど行きやすいです。で割合分かってないですけど、まあ過去ので言うと多分20何パーから40何パーぐらい結構差があるんで、ここでね天国移行してればしてるほどちょっと期待が増します。あと本前兆じゃないわ、即前兆の可能性もある。もうすぐに32ゲーム以内に当たるみたいな。あ、一応スライドもね効くみたいなんで。おお、ちょっと待って、今横行になってたね。しかもこれ第二停止でこんな急に熱そうな、これ中手でしょ。違うの、マジか。角はね、まあ、基本的に空気だったんですよ、確か初代では、まあ、天国モードいれば、まあ、どの弱レア役とかでもね当たる可能性出てくるんですけど、まあ、その言ったら通常とかから天国じゃないわ、前兆一発で当たるっていうのが結構設定差もあって、まあ、だからそういう謎当たりじゃないけど弱レア役で、あ、なんか当たったぞ、なんでやみたいな、みたいな多い台が良さげでしたね。まあ、この台も多分そうだと思うんですけど、
さあ、でこの辺で一発目の強水化が32ゲームも迎えます。多分当たってなかったかな。で2発目の小星スイカがどうかっていう。さあ言ってたら追いスイカ来たよ。あー、ガンザン量産区はで弱スイカどうだ。あー、また引いた。ここはどけ弱。あ、ヘブン天国っすね、ヘブン。10% ないぐらいですかね、わかんないけど。わー、白オーラない。これは天国。キリン、キリン最強の雑魚、キリン柄雑魚。しかもジャギにしばかれるっていう。はい、もうジャギはもうジャギとのバトルはもう大チャンスです。もうかなり勝率高い。まあもうキリン柄なんでね。あね、3ゲーム目ケンシロウで当たりと。しかも中引いたし。あと、はい、198ゲーム、あ、で今最後角地引いたんですけど、本前兆中のレア役は、赤7、内部的に赤7ぞろいだと北斗ぞろいの昇格抽選で、北斗ぞろいだった場合は V ストック抽選やってますね。あー、なんか引きたいな。外れてもいいよ。まあ外れない。さあここネジネジ緑、緑来たか。緑はね、試される色なんよねこれ。結構上の継続も多分あると思うんですけど、割と初代では単発2連みたいなのも多かったような、まあまあ相性というかね、実戦上になっちゃうんですけど。ここ大事。いや、ここ緑オーラやからね、まあ 79% 以上あるんじゃないの。あー怖い。視聴者ないか。いやー、ラオさんちょっと待って、 お手柔らかにお願いします。キック、いや、さっきもキックで負けたよな。うわー、優しいな、ケンシロ。クラウトは立つよね。こんな緑オーラで止まってる。でも セット138枚。いや、いる、絶対いる。これは口に合わぬ。ボイスは、うわー、リンデフォです。はい、お、これはあれか、1ゲームにスイカ引いただけか。こっち来んで捕まえたい。ジャックスイカ紛らわしい。あ、あっこで結構ね、レアな演出出ると1ゲーム連の大チャンスなんですけど。いやー、2連単発ですか。ちょっと AT やれてないな。まあ行きましょう。まあだから今言われてる、設定推測要素は
まあ、まずトロフィーでしょ、 AT 後のトロフィー、であと AT 中の獲得枚数表示、4、5、6枚とか666枚とかかな。それ以外はだからあれですね、まあ、AT の初当たり確率で、AT 後の天国モードスタート率で、あとは、まあ、レア子役も、まあ、高設定の方が出やすいです、うん、でそこからのモード移行率も、まあ、おそらく高設定の方がいろいろ優遇されている部分があると、まあ、特にその弱レア役からの直撃みたいな、うん、で、あれですね、 AT 後のセリフ、あ、そう、あと1個言い忘れてたんですけど、リーチ目役っていうのがこのだって、まあ、あの例えば7中段でチェリーかなって思って左狙ったらチェリー出ないとかね、あとスイカテンパってなんかスイカ外れるみたいな、まあ、そういう出目なんですけど、まあ、それが1と6で多分2倍ぐらい差があるんじゃないかと言われてます。1万6000分の1と8000分の1ぐらいかな、実戦上はね。だからそれが出るほどちょっとチャンスになります。さあちょっと動きが鈍くなってきたよ。まあ本当にね、まあ、奇遇みたいな、奇数偶数設定みたいな差もなければ、まあそのゲーム数的な当たりもないんで、まあ、本当引きなんですね。タイミング、モードいかに上げて当てるかとか、うまいことレア役一発で刺すかとか、そういうところがやっぱこの北斗のね面白さだと思うんですけど、まあ、逆に言えば噛み合わなかったら言い台でも死ねるというね、まあそんな危険性もはらんでるんで、まあ、だから余計ドキドキするのかな。先が見えないですよね、良くも悪くも。さあハマっていってます怖えなあ、もうマジで。これね、通常時にナビ出ることあって、これ確か外れたら激アツなんですよね。揃うか、11枚ベル揃うと特に何もないんかな、まあ、もしかしたらモード示唆があるんじゃないかと言われてますけど、うお、おどうす大人のことは北斗揃い、北斗ナビ出てます、ね、北斗揃いは 84% か 89% かな。でオーラによったら前のやつだとボインデーだと 89% かな。さあ僕もチャンス目出ました。おー、ちょっと待て待て、チャンス目の時またナビ、これやっぱモード示唆なんかな。揃う、さあこれです、キャラリーフラッシュ、リプレイ以外なら激アツのはず。よし来たかこれは。さあキャラリーフラッシュ外れ、また来たシャッフル、今度はベル、いや当たってるでしょねえ、長稲妻長、ああいたいた、はい当たりです。チャンス目から当たったんかなですよね、それしか引いてない、多分天国でチャンス目当たったんかな。さあここでね、ちょっと乙女さんみたいに北斗ナビ出てこんかな、長い、赤が飛び出てきた、下段、あちょっとね1個やってみたいんですけど、これ下段ビタ押ししたらどうなのかな、中段揃いでも止ま、あの下段に止まるのか、まあ、それでも滑っていくのか、ちょっと狙ってみていいですか。緊張すんな、あ止まるか、しかも左上がり、これどうなんやろ、緑オーラ
止まるっぽいけどね、狙ったら今の感触だと。はい、行きましょう。ちょっとややこしくなったけど、まあまあ多分中段揃いの緑オーラでいいと思います。はい、次もう一回来たら狙ってますね、初当たりヒーター。止まるかどうか、で 次も止まれば、まあ、多分狙ったら下段に止まるんだろうと、ビタ押しなら。あーケンシロ、あー百裂剣ちょっと飛ばしちゃった、これ中継でしょ。おい、中継はあるよ、宿命バトル。あーダメか、あーいやまだいる、これ長いね、しかもリプレイ。はい、ウイーグルですね。ウイグルはシンサウザーウイグルなんで下から3番目で勝率 50% です確か。さあでしかもナビなしヒーターだよ、リプレイで 50% ある、出役なら勝ち確。あーなんかシャメヒーターかこれ、うまい。はい、これで V ストック取ったんで継続確です。しかもレイ京都来ました。そう、あのだからレア役とか引くとこう京都行きやすいですよ。でリーチ名役とか引いたらもう時が出てくるのかな、京都で時はより無双転生バトル行きやすいんで、レイよりチャンスと。あナビがねレイになってる。はい、でまあ、もう V ステップ取ったんで継続確定なんですけど、ここで連勝点したら無双転生チャンスか無双転生バトル行くんかな。レイ、ちょっと連勝点がどういうパティーンか分からないんですけど、多分これじゃないですね、導入から変わるんかな。突き弾かれた。さあでもこの後注目よ、ここでボタンが出てくれば、無双転生チャンスって言ってバトルをかけたチャンスゾーンに行く可能性がある。あー出ないか、まあ、ただレイ京都はループすることもあるんで、この次レイがいることもあるみたいです。いないいないんかい。いやー惜しかったね。あーラオか、ラオさん、あスイカ引いた。これあとほんでバトルバートの時はこう急に来るんで取りこぼし注意してください、マジこぼすんで。ジャックかな、一応これは、敗北の場合は内部的に、書き換え抽選やってます。で中継ならもう書き換え確定、つまり勝利確定です。で内部的に勝ってる場合はあの継続率アップ抽選やってます。よし、ラオの隙づいたキック、これはケンシロかわせるやろ。おい、ま、食らう、今日めっちゃ食らうな。いや大丈夫大丈夫、緑オーラやから、ま、さっき単発で終わったけど、頼む、おっしゃっしゃ、はっ、しかも早い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 、これ早いやつやね今。一応雲早い高速雲は 79% 以上です。いやはい、79% 以上です。いやちょっとチャンス
眺めてお願いします。よし、気持ちいい。マジこのねちょっとの差考えた人天才だと思う。あのケージのねパチンコのキセルが襖まで開くまでちょっと長いみたいな、まあ、あれもすんごい気持ちいいんですけど、いやマジね汁出る。多分継続率いいやろ。長い、きたー、パンチ。これ北斗百裂拳ヒットとかならね 84% 以上なるんですけど、初代4号機の初代北斗って言っても液晶これぐらいですからね。あ、これちょっと言い過ぎか。いやでもほんまこれぐらいですよ。それに比べたらいろいろ進化してるな思います。さあ中継、おっしゃ、あるよ宿命。ここから一応カウントした方がいいな。1ゲーム目多分長いほどねチャンスだと思うんですよ。チャンスが長いほどいい、弱い敵に行きやすい、伸びれば伸びるほどみたいな。いや一回開いて続いてるよね。これ4ゲームかな、5ゲーム、いった5ゲームでウィーグルですね。さあ 50% さっきが勝った、波なし、熱い。あー外れか、ベルベルでも 10% 以上あります。あーどうかな、頼む、クワー。ウイグルはだけは味方やと思ってたの。音楽変化です、つまり音楽変化したセットは継続確定です。よっしゃ、いやー豪勝派でいいよそこは。あ、また引いた、ジャック止まってるわ。復活か、チャンス目。ここで引く。あ、怖い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 。よしよしよし、豪勝派打ってこへん、かわせ、うわ立つよね、止まってるけどストッピンやけど、追い込まれた。まあ、一応6セット787枚。左手で行ったのに。あららららら、またリンか。頼む、ケンシロウで。いや、まだ分からへん。立って。おーい、バッター。大好き、中引いてる、チューチェー。ここまでのようだな。オクトゾロイなら、84か 89% と言われてます。赤かよ。あ、じゃあちょっともう一回下段ビタ狙ってみていいですか。止まるね。あ、下段行った。シローラー。あ、だからやっぱ転戦の時もね下段狙えば止まったんで一緒なんかな。トナルトラをお手柔らかに、豪勝派以外で頼む。あー来た、
みかんすね、俗に言う。熱そう。バトルバード中の星順ナビは中手と一緒、つまり軽度確定です。よし、あーいい音、復活か。はい、3セット374枚、ね、です。豪勝敗以外ならいけるはず。あー来たー。いやでもさっきみたいに何か出るかも。中継でもいい。運の力はその点。あー厳しいかこれは。ポケツ。だよね。まあまあまあ、シローラにしては頑張ったかな。ボイスは会いたかった。うわー、リン、リン祭りや。わー、シローラ大。あー、オーラ大だったら天国以上確定やったかな。まあこれも頻発すれば天国濃厚と、以上濃厚と。いやこれはいるんじゃない。ああ、うん、はい。弱スイカ3発は引っかかってなかったね。ただ、まあ、天国まだいるっぽいんで、はい、これ8回目のリプレイですね。まあ、8回引いて8分の1転落する確率多分60ちょいパーあります。まあ、3回2回はもう落ちてると。あーこれレア役なんか。わーしかも中断。さあエロザコから中断チェリーいただきました。もうチューチェはね、あの基本その 25% で当たるのは当たるけど、あんまり広角天国行かないんですよね。もうだから乗るかソルか的な。今3勝あたら言うた、やばい、引き溶かした。あー福破り来た。さっきの3勝やったら多分熱いっすよね。で福破りはスイカ太陽なんで、これもだいぶもうあいけんじゃないですか。ちなみに指ポキがチェリーやったかな。あー来た。これ特殊シナリオみたいなやつか。福破る1個相手、福破る。さあでチャンスキャラのウイグル、こいつとデビルリバースは一応チャンスキャラですね。でかいバーとアミバーは勝ち確。うわまた中引いてるし、カード。うわーかっこいい、いきます。貴様など俺の敵ではない。いや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 、これは言ってるでしょ。ね、かっこいい時。あーたた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 。見てばバフローだ。無理やり。あーかっこいい。はい、250、2ゲーム。いやー、中日一発やね、おそらくあれ。7、まあ、今回は普通に行きましょうか。外れてもいいよ。青。さあ、今日初青をいただきました。ここ、わーっとなんか引いた。
これ来そうな、やったら今日出るの。さあでここもラストジャックなんで、あーダメか。じゃあ悔いのない第三停止話。あー喋ってる、よし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 。本日2回目のセリフ、かっこいいな。キック。ちょっと待って待って、さあ久保ストッピン、久保ストッピン。いやセリフのやり取りしたよ、ラオウと心の会話したよ、大丈夫でしょう。おお怖っ、もうヒヤヒヤさせんとってほしいよ。長い、あ気のせいでした。ああ、でもこれ北斗姿勢だけですね、視聴性はないバージョン。一応4セット503枚と。はい、おー怖い怖い、もうほんま。いやー V ストックとか欲しいな、ほんまに。よしキック、いやー今日ラオウのキックがね走ってるんですよ。頼む久保だー、でも立て、やばい、今日のラオの蹴りはやっぱり。お前が思っているほど北斗神拳は無敵ではない。死んだ、こう設定したら弱ですね。お前が思っているほど北斗神拳は無敵ではない。弱か、ちょっとどうなんでしょうね。なんかやっぱ引かないとね、あのこれずっと今グラフがすごいダラダラなんですよ。まあちょっとだけプラスですけど、もういつしへこんでもおかしないし。だからなんかやっぱりね、爆裂連チャンのトリガーを引かないと厳しいと思う。あ、岩山梁山区は来た、氷水か。さあ天国なら毎年なら 50% で行きます。いやいそうやったからね、あんまりでもしてへんよねあれ。わあ覚えとくわ、それは忘れられへん。さあ、けーん。ヒーロー、いいよ。ヒーローはちょっとやれそう。止まってる。ふっ、やっちまった。遅れましたね、遅れあんねや。あー中継、いやいや今の遅れ気づかんかったら無演出みたいになるね。もうちょっと頑張れよ。あ来た、怖い。18ゲームぐらいか、チャンスでも聞いたけど。ああ、名シーン名シーン、これは見なあかん。
愛深きゆえに。白バトルボーナス、はい、いけるよ。終わったなんでや。いや止まってるよね。でも立て立て立て、うわーでもジャギステージ。もしですよ、仮にこのまま天井行ったとしたら継続率が優遇されると、多分 66% はないんじゃないかってね言われてます。で、まあ、北斗揃いもちょっとやや期待度アップみたいな。いやーまあまあ逆転の道はあるんですけど、できたらもうこの辺で当たってほしいぞ。まだ555やからね。ガオーラ、いやこれは角か、いや違う、いやもうこれ4分の1拾ってくれ頼む、もうマジ頼むわ。もうここでジャギとのバトルになれば多分当たるはず。ここや、いけるでしょ。まだまだ読み、いや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 、中継よ中継よし、ほっ、あーいった、ありがとう。いやーさすがジャギ、ね、助けてくれる。いやーなんとかね、まだ早めに当たってくれた。あえて下段もう一回狙ってみようかな。あもうダメだ、疲れてきたはい、まあオーラです。11回目の初当たり、あるぞ。宿命バトルにね全然発展しないんでね。ほっ、じゃあおお、行ってた。ちょっと待って待って待って、ジャックスイカから行った。いやーでも進化こいつ一番強いんですよ。勝率 20% ぐらい、しかもリプレイ引いてもこいつは 50% もない。レア役やなこれ、ナビなし。リプレイ、ここでリプレイ、ベルもあるよ 10% ぐらい。頼む、チクショー。もうパンチで、パンチしかない。キックも強いし、豪勝派はなおのことパンチ。ナビ中継、止まってるよね。
1ゲーム目まあここが一応天国スタートの可能性が高いと。2回目ですね。もうコンスタントに当たってたけれども1回ハマってもう AT も伸びひんし、もう追加投資ばっかりなってきたし、もうこんなん展開的に無理やはい、実戦終了、終わってまーす。はい、というわけで、スマスロ北斗、実践したクワーマンです。いやー死闘でしたねまああのちょっと後日ねエンディング撮ってるんですけれども、まああの日は、4300ゲームかな、まあ回したんですけどもね。はい、まあじゃあ気になる結果の方から、いきましょう。あの日は使用が、1050枚、獲得が2枚、最終マイナス1048枚という残念な結果に終わってしまいました。くっ。いやー、あの2枚っていうのはあのちょっとスマスロで使えなかったもう戻したみたいな感じです。最初結構ねこうダラダラというか頑張ってたんですけど、まあ、最後にやっぱハマってね、まあ、それが単発で、ジエンドでした。てめえの血は何色だ。まあちょっとね、結果振り返ると、まあ、4362ゲーム回して、AT 初当たりが11回、こちら287分の1と、まあ、設定4に近い値かな。うん。で、BB 総回数が28回。ちょっとね、やっぱり少ないね。中チェが208分の1。で、スイカが、まあ、弱が41回、強が12回の合算で82分の1。まあ、これも多分ね、1っぽいか。一応ちょっといいぐらいかな。っていう感じで、あとリーチ迷惑は、出ませんでした。で、その他、AT5、ボイスは、リンが7回、バット3回、シン1回とね、まあほとんどデフォルトで、まあシンが1回だけ出た感じかな、構成テストは弱。で、天国、AT5 の天国スタートはね、まあここほんと難しいんですけど、まあ11回、中の、まあ3回ぐらいはあったのかな、というね、ジャギステージとか、まあ、その他の挙動で、3回ぐらいかなと、予想しました。まあ、30% ないぐらいやね。あ、あとね、そのトップランプの結構子役揃った時にトップランプの色矛盾起きると天国以上なんですけど、これ結構ね、まあ僕も見ようとしてたんですけど、ちょいちょい起こることあるみたいなんで、ちょっと見といてください。第3でちょっと溜めて、ペッてこうね、話してみるっていうのが、レア役の時はいいかなと思います。で、あとはまあ AT のトロフィーなし。で、獲得枚数表示もなし。で、あとまあ、そうですね。なんかこう、中チェ以外もね、割と当たったんで、まあそれが、なんていうかな。天国以外、通常かどうかちょっとね、地獄からとかわかんないですけどね。まあ何回か当たりはありました。まあその辺を踏まえて、まあ推測すると、まあ、2回オンぐらいかなと思います。まあ、ちょっと全部ね、まだ解析も出てないし、まあまあ、ちょっとね、なんとも言えないんですけど、まあ、そんなに悪くなかったと思うんで、まあ、4、期待を込めて4、ね、しときましょう。まあ、AT がね、伸ばせなかった。最大6連。で、結構ね、単発2連も多かったんで、まあ、あとやっぱ無双転生にね、入れなかったのも、まあ、伸びなかった原因かなと。まあほんとね、この辺は初代の北斗というか、まあ北斗っぽいですね。AT やれないと、上でもやっぱちょっと厳しいというね。まあそんな感じでした。まあただ、お隣さんとかはね、ほんとすごく荒い感じ。
出てハマってみたいなんで、しかも最後ね、あの天井から北斗揃いされてて、それでそっから一撃6000枚オーバーか、なんか20セット以降に無双転生入ってたんですよ。でさらに伸びてもう6000枚オーバー。いやー、あれだからね、引き戻しで北斗とかも持ってきてたらもうほんま一撃万枚見えるレベルでしたね。そうだから、そういうね、イケイケ北斗もあれば、まあ僕みたいなね、なんかこうなよなよ北斗、いやダラダラ北斗みたいなのもあるんで、ほんとまあいろんな出方する台だなというね、感じです。でまあ僕のスマスロ北斗のね、やっぱ個人的なまあ打った感想で言うと、まあやっぱ面白いです。うん、まあ結構やっぱレア役ね、どこで今引いたとかドキドキ感もあるし、まあそっからの全長32ゲームもうまあワクワクするし、であとやっぱ AT 中のバトルはね、なんといってもほんと手に汗握るような、うん、ハラハラするし、まあ熱いね、無双転生チャンスとか、うん、入ってないですけど突破したら 94% っていうね、まあ、叩きどころというか、うん、すんげえね盛り上がるシルデルなっていうところですね。まあ、ただちょっと通常時結構何も引いてない時割とシンプルだったりするんですよ。まあ、そこがまあ結構耐えれるかなっていう感じはありましたね。うん、結構4号機の北斗にないところもあるんですよ、新しく加えられたところで。まあ、例えば AT 中のそのレア役の継続率アップ抽選とか、まああと結構バトルとかでもね、あのラオウがちょっとカクカクした動き、まあラグルみたいな動きをしたら、まあ継続確定とかあるみたいなんで、それって結構ね、まあ新要素というか、でそういうのがまだまだねあると思ってて、だからそことか今後分かってくると、まあもっとね深みがあって面白くなってくるんじゃないかなと、思います。はい、ということで、まあちょっと今回のね北斗、まあほんといろんなね忍者さんが売ってる中、まあ見てもらって嬉しかったし、まあちょっと見せれなかったのは寂しかったですけれども、まあほんとリベンジ編をねまた見てもらえたらと思います。はい、その時はしっかりね溜まった引きパンとバガさせてお届けできたらなと思ってますんで、またその時に次回お会いしましょう。よし、じゃあ次は、次こそは昇天次回こそは昇天させる、多分。